内田優馬ハトタブス。 Yes, 3, 2, 1。 皆さん、こんにちは。 RGB です。 そんなポーズいつ決めた？ちゃんとしてよ。ちょっと待って、ほんとに。さっきだ、ポーズやんないでしょみたいな話になったよ。プロデューサーに確認してもずっと考えてたんだから、こっちは。なんか俺だけやる気ないみたいになっちゃった。もう、この番組はですね、2022年1月より放送のテレビアニメ東京24区に出演する僕たちが、いろいろなことにチャレンジしていく RGB チューブ、はい、本日からですね、アニメ放送期間にわたって何度か公開されていくのですが、これから挑戦していく企画に成功するとポイントがもらえるそうです。ポイント？累計でポイントが一番低かった人には罰ゲームが待っている。やっぱりデスゲームじゃねえかよ。罰ゲームですね。罰じゃん。で、長い戦いにはなりますが、3人で頑張っていきましょう。生き残るぞ。本日挑戦する企画はこちら、 RGB ゲームブルーシューター。イエーイ。テレビアニメ東京24区にはシューター、ラン、コウキという個性の強い幼馴染3人組が登場します。はいはいはい。それぞれの個性にかけたお題が出ますので、罰ゲームをかけて戦っていきましょう。今回はですね、はい、私榎木陣也が演じる青いシューターにちなんだゲームになります。シューターは青いベーカリーというパン屋さんの息子です。パン好きですよ。先日公開された、キービジュアルにも大きくメロンパンが、載っています。今回は2種類用意したメロンのうちどちらが高級なメロンかを当てていきます。いや、メロンを食べれる、嬉しいね。メロンパンではないの？メロンパンじゃない。メロンなの。一つは1万円するメロン、もう一つは数百円のメロン。まあ、ここまで ね、値段がね、つくと、値段の差がつくとね、やっぱ苦手な人が食べても差が分かるんでしょうね。苦手な人？苦手な人？あ、僕フルーツがあんま得意じゃない。あ、美味しいっすよね。美味しいっすよね。大好きです。もはや罰ゲームということで、2種類のメロンが運ばれてきました。いやー、これ見た目ちょっと違うんですけれども、僕のメロンセンサーがギビギビギに反応してますわ。お皿の色が違うなと思いますね。まず A のメロンから食べていきましょう。いやー、いいね。お腹減った。めちゃめちゃ美味しそうじゃん。いただきます。どうですか？うまいよ。あ、めっちゃうまい。おお、甘みの方はいかがですか？うん、甘みは割とさっぱりしてるかも。あ、そうなんですね。カタ君、食べるって知ってる？行為知ってる。口に入れることだよ。いただきます。ちょっとかじってみたら。うん、いきます。うん、知ってるメロンだ。まあ深くは聞かないと思います。じゃあ続いて B の方行きましょうか。はいはい、いただきます。いただきます。感触違う、刺した。うん、どうですか？全然違いますよ。全然違います。いや、待って、これ硬いんだけど。シャキシャキしてる。いや、やっぱこう、シャキシャキしてる。あ、高級なものほど。あれ、どうですか、カイト君は。なんか違いあります？こっちの方が。お水失礼します。じゃあ高級だと思う方を、はいはい、スケッチブックに書いてください。これはね、外せないよ。やっぱどちらもね、僕が飲み込めたということは美味しいんですよ。そもそもなんですけど、どっちも美味しいメロンではあって。それではこちらです。はい、で割れたぞ。え、マジ？ A、B の方が明らかに甘かったよ。嘘だ。え、下燃えてんの？ぶち切れじゃん。俺の下燃えてる。で、ゆうまくんなんで？いや、もう 100% もうこっちはね、結構売り身が強かったんだね。おうおうおう。こっちはもうね、完全に甘みでしたよ。え、甘みでした。もうどう、カイト君は。でこっちはなんかね、みずみずしさはこっちの方があったかなと思うんだけど、でも外見的特徴で言うとこっちの方が糖度高そうなんだ。そう、高そう、ね、B の方が糖度高そうなんだよね。それでは正解はこちらです。ほら、下取れてたわ、おめえら。下出せ。プロデューサーが高級なので皮ギリギリまで切りましたというケチくさい気がします ね。そういうこと。おかげでこっちは惑わされてんだよ。いや、びっくりした。やっぱり高級なメロンは美味しいですね。